初手ヘイスガーはヘイスガーでいいと思うよ。でまあプロテスを張っていこうかなっていうところだな。それでいこう。いってー。でこの状態になった時にマジでユーナさんを優先的にしないでくれって感じだけど、魔法効果を打ち消すでいけるかな。いやーいけねえか。ちょっとこのゾンビ状態がマジでどうしたらいいかわかんねえ。アライズされたら終わりなんだよな。一回プロテス張り切って、いやここでこう、ここでこのゾンビ状態をどうにかしておかないと、次のターンで絶対飛ばされるからどうにかはしたいな。祈りではどうにかなるかな。ワンチャン祈りでどうにかなるんだったらすげえハッピー。ああダメージ食らうか。そうだよな、そりゃそうだよな。ゾンビ状態の解除方法を考えます。結構ダメージを与えるとプロテスをしてくるのか。プロテスだりーな、プロテスだりーな。くそー、ゾンビ状態からのアライズなかなか痛いね。わからん、どうしたらいい。ヘルプのステータス以上を見てもないね。ゾンビ状態なんてものはないね。どういうことだ。あ、なんかこれ見といた方がいいやつだ。これオーバードライブ、キュウリ、剣技、スパイラルカット、まあその辺は知ってるよ。アタックディールっていうのがあるの。え、攻撃回数に関するディールです。最初はエレメントディールしか使えませんが、ディールは4種類まで増やせます。え、何それ、どういうこと。知らなかった。ああ、いろいろあるんだな。マスター召喚、あ、まあでもこの辺は知らんのだけれど、そこじゃないの。オーバードライブタイプ、これだ。タイプを変えるとキャラクターのオーバードライブゲージの溜まり方が変わる。敵からダメージを受けるとゲージが増えるのが修行。あ、そうなのか。敵にダメージを与えるとゲージが増えるのが闘志。あー、それ闘志はすごく欲しかった。闘志の方がいいね。味方の HP を回復させると増える慈愛。ほう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 、いろいろなオーバードライブタイプを覚えたんだ。あ、今までのあれはオーバードライブのタイプを覚えていたんだ。じゃあこれでキュウリくんの、そこじゃなくてタイプをセット。そうだね、ダメージを与えるとバトルに勝つとアップ、敵を倒すとアップ、バトルに参加しているとアップ。おお、そうなんだ。あー、全然気づいてなかった。この辺ちょっと変えていこう。ここで多分だけど、このままユーナさんを出しておくとユーナさんが滅びの槍を受けてしまう。それはもう変わりようがない真実だと思うんだよな。だ、一旦引かすか、一旦引かしてみるか。ちょっと一旦引かす方向で考えてみよう。それでまあなんかできることがあるんだったら、まあこの辺でちょっと対応していこうかな。いけるかな。滅びの槍を食らいます。でアライズで多分やられはするんだよ。でその人をこう定期的にこう復活させていけばどうにかなるんじゃないかなって思ってんだけど、いけねえかな。あ、滅びの槍を食らったのがルールーさん。ルールーさんだったらもういいか、いっそいいか。大丈夫。スパイラル、スパイラル、スパイラルカット。2回目で成功。4000。あ、結構通るな。キュウリはチャージ&アサルトを覚えた。何、チャージ&アサルトって新しいオーバードライブなのかな、なのかな、なんだろうな。だとしたらもっとたくさんオーバードライブ今までも使ってくればよかったし、食ってる。エレメントリール、黄色いところ、黄色いのが2個並んでるところ、黄色いのが2個並んでるところ、完璧に。オッケーオッケーオッケー、いけるね、いけるもんだね。どのぐらい通る。もう結構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 
これで原稿吸収、オッケーオッケー、原稿吸収するね。いいぞいいぞいいぞ。もうこの際プロテスはしゃあない。プロテス後で覗けるのかな。これちょっとユーナさん出したタイミングでやってみるか。まずルールさんを復活させます。デスペルしてたら食らっちゃうからちょっと今回はやめとこうな。プロテスされてんだよな。プロテスされてんのだるいな。アスピルとかもしつついろいろやってくか。デスペルしてきた。そうだよな。この後速攻ヘイスが OK。 いけるぞ。うわ、これ全体攻撃だっけ。詩人の攻撃、あ、いや全体攻撃だ。これはきついな。これどうしたってきついな。それやばいな。それまずいな。嫌だな。今のユーナさんにできることはマジでワッカさんの回復だけして、とりあえず次のターンで、どうしようかな。マスター召喚するか。このタイミングか。マスター召喚するならこのタイミングでマスター召喚しよう。でやってみよう。原稿吸収2回目で3000になる。3000に減る。 OK、 3000に減る。まあこれで多少なりともだな。おっと、あ、そっか、今のがドレインにしたから結構なんだ。 OKOK、 ドレインだったらまあこっちから引っ張って、あーでも700か、そんなもんか。溜まってるやつはいねえ溜まってるやつはいねえから、あ、マスター召喚は誰にしようかな。まあでも、トムバーがいっちゃまともかな。ちょ、バームートに頑張ってもらおう。頼んだぞ。いや、なんかルールさん今こそこそ帰っていったけど、今のはルールさん生き返った認識でいいか。ルールさん歩いてたし、もう生き返ったか。こうやって召喚してる間に、いや、召喚してる間にレイズしろはちょっとユーナさん酷使しすぎか。誰か他の人にレイズを覚えさせておけば、その間になんか回復だけでもしといてくれんか。そういう配慮をしてくれてもいいと思うんだけどね。そうはいかんわけですよ。これでちょっと打ち込んでみます。もうそれをやってみるしかない。とりあえずどんなもんかわからんけど、もうこれは死を覚悟して。どれぐらい通りますか。でも1万だとして、向こうまだ確か4万ぐらい残ってんだよな。原稿吸収されるとしても、してもだよな。これでどれぐらい通りますかね、お兄さん方。どんなもん、どんなもん。まあでもそうよな、1万4000そんなもんよな。原稿吸収で2000と、リフレク、リフレクすんのお前。え、リフレクすんのか。それは聞いてないな。一撃の慈悲、え、即死攻撃ってこと。はあ、こいつやばすぎ、こいつやばすぎるよ。リフレクついててプロテスついてんの、どうしろと。あの、だからここに全力で当てていくしかねえんだ。うわ、マジかよ。でも1000は原稿吸収されんだよね。それどうしたらいいんだ、ちょっとわからんぞ。まずルールーさんを叩き起こします。あんた起きてくれ、頼む。で攻撃するよね、ボスが。フレアはきついって、やめてくれ。ユーナさんだよね、ユーナさんだと思ったよ。クソ。 OK、 MP 相当回復できた。これでまた原稿吸収するでしょ。え、1000ずつしか与えられないっていうことにならない、それは。必殺魔法準備 OK ですと。どうしろってんだ、どうしろってんだお前この野郎。原稿吸収だけで倒せることある。いや、1000ずつのダメージじゃ無理だよな、無理だよな。シーマは様子を見ている。余裕かよ、余裕かよどういうことだよ。はあ、だってあと2万3000あるってことは23回、23回この原稿を倒さなきゃいけないんでしょ。
いやいや効率やばすぎだって、無理だよ。どうしたらいいんだ。わかった、本来だったらデスペルするんだ。ゆうなさんが死んでしまうとここからマジでそうするしかなくなるんだ。うわゴミゲー、やばすぎ、これはこれはやばすぎる。完全なる破壊してきた。無理だよ。バーン。あーこれは完全なる破壊ですね。恐ろしい。くそ見て覚えてろよくそが。もうね、困ったんでね、召喚獣全員のオーバードライブゲージ貯めました。でなんとまあ神保さんに関してはなんかね、最初に召喚したんよ。召喚したらなんか心付けというのをなんか言われて、なんだと思ってクリックしたら、まあ金を要求されたよね。うん、戻した。一回も召喚獣として戦わせなかった。まあなんか神保さんを使うことになったらちょっとその場でね考えてみよう。序盤からバチバチにかましてこうなあ。でもちろんもうちゃんですよ。連打した。何してんだ。まずキュウリくんが言ったか、それはいただけないな。いやユーナさんに滅びの槍だけはマジでやめてほしかった。本当にね、心の底から。だまあアライズしたってなんてことないんだよ。プロテスをしてきましたけど、プロテスは一回無視。問題はリフレクをしてきてからだと思っているから、そこまではこのまま続けよう。そっか、その攻撃あるんだった。それマジでどうしたらいいんだ。それマジでどうしたらいいんだ。死ぬよな。そうだよな。こっからなんか召喚祭りとかで行けたりする。いやでも召喚が終わった瞬間に攻撃されたら終わりだよな。ひとまずはまあオーバードライブまず打っときます。頭で、まあ、もう何されても困るんで嫌なんでね。マックス与えることができました。現行吸収 OK で、リフレクをするような。そうだよな。でこの後カンバーがやられてしまったタイミングで一撃の慈悲、これでカンバーがやられてしまったとして、でデスペルができればいいんよ。もう2人とも死んでるからボロボロなんだけどね。でそれでアライズをされなければまあどうにかなる気はする。デスペルデスペルデスペル、まずはこれが通るかどうか。魔法効果は打ち消しが通るかどうか。頼む頼む、デスペルできてくれ。できたっぽい。ただフレアかん、自分にした、反射できなかった。ザマーザマー見さらせ。あ、一回これアライズして人を生き返らせてから召喚の方が美味しいな。もうごめんな、ごめんだけど地獄の火炎、これでできる限り飛ばしてくれ。知ってる、向こうがまだ3万6000ぐらいあるのは分かっている分かっている。だから4体分やらなきゃいけないんだよ。ごめんなファイバー、でもそれでも全力の攻撃をしてくれてありがてえ。その間にマジでなあ、その間にやられないことを祈るよ。現行吸収、これでまあまあまあよりダメ。消え去れじゃねえんだよな。なるほどね、なるほどね。召喚獣に対してはこの一撃のなんちゃらをしてくるわけだこいつは。ちなみにその後すぐ攻撃してくるかい。必殺準備 OK だ。怖すぎる。キュウリくん、キュウリくんにできることお前今ある？完全にミスってんなお前。どう考えたって生き返らせるのルールーさんだったな、さっきのタイミング。バーカ。まあ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 、なんもねえよりはなんもねえよりはだろ。わかんねえけど、わかんねえけど、いやー一回守るでもう
サンバで受け切ってしまった方がいいんじゃないかっていう考えもある。サンバであの必殺技を受けた方がいいような気もする。ごめんなマジでサンバだ、犠牲になってくれ、本当すまねえ。よいしょ、ちょっと消え去れ。お前オーバードライブしなくてもすんのかい。じゃあ絶対にオーバードライブしといた方がよかった、バカクソ。あと1個キチキチ丸だな、キチキチ丸だな。これダイヤモンドダストをすると敵のターンが増えるってことだよな。でもしますマジであと3000ぐらいが抜けない多分。まあ正確にあと6000なんだ、あと8000いやなんだけど、トムバを出してたらそれぐらいは抜けるんだよ。あと2000が足らなかった。現行休止、 OKOKOK 消え去れ、消え去れです。一撃ですねマジで怖すぎ。まあそれを召喚獣にしかやってこないあたりは優しいよ。頼むやめてくれ。 OK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  よしよしよし、こっちの攻撃から入れたから、これは勝ったろ、これは勝ったな。ごめんな、ごめんな、マジでごめんな、こんな勝ち方して。でもお前も最終遺体、終遺体って書いてあるし、これが最終戦だし、豪華に召喚獣で倒されて、まあウハウハだと思ってくれ、すまん。いや別にシーモンさんに謝ることは何もなかった。お前が悪い、全てお前が悪い。お前ももともと召喚師だったろな。あなんか対話したはずの祈り子のな、この召喚獣たちにやられてくれ。祈り子たちのなんだ怒りだと思って受け取ってくれ。じゃあな。それにしてもバハムートさんの祈り子ってよく考えたらすげえんだな。まあ低レベル級にいた人ありがとうございます。マジで分かったか、これがエボンの怒り、祈り子の怒り、そして我々の怒りだ。食らってはぜろシーモア、あの世に行ってしまえ。勝ったー、まあいいさ、どんな勝ち方でも勝ちゃいいんだよ。悪いことはしていない。今ちょっと召喚獣を無駄にちょっと傷つけてしまったというのは申し訳ない気持ちだが、異界送りしよう、異界送り、異界遅れてる、あこれで、いや死体なくなった、 OK 異界遅れたんちゃう、遅れたっていう認識でいいっすか。陽気っぽいな。もう邪魔すんなよ、マジでそう、もう邪魔すんなよ。決まりさん辛いな、オンゾ族みんなやられちゃったけど強いな。いやマジで3人しか戦ってない、ルルーさん1回も攻撃できてないな。あ違う、一番最後死んでたからだ、ごめんって、マジでマジでごめんって。ルルーさんが亡くなってたからその分のゲットシーダーク手に入れました。行こう、ユナスさん結構きついね、来るな。私は力で真になる、あ戯言だ忘れろ、気づいてしまったかもしれない。彼が真になればジェクトさんが救われる、不思議なセリフだったな。行くぞ、いや何か知ってるなら教えてください。そうだよな、それは知りたいよ、知らないままじゃいけないな。教えて、うん教えよう、俺だって嫌だろ、親父なんだ。そう、なんだそりゃ、わかんないね、俺も聞いただけだから。親父だ、うん親父が真になったんだ、うん、どういうことだろう、そういうのよくわからない、俺全然わからない、詳しいことはアーロンさんに聞いてくれ。でも俺感じた、感じたんだよな、真の中には親父がいる、うん親父がスピラを苦しめてるんだ、だからどうにかしなきゃいけんな。ごめん、いやいや、どっちも謝ることじゃねえんだよな。たとえ、シンがジェクトさんでも、シンがシンである限り、私、いや、いい、その覚悟で来たんだから。分かってる。うん。倒そう。でもそれ以上にだな。それを望んでる。うん、父親と戦える。あ、全然それはいける。クソ親父だから。やるよ。なあその話を、うん、真の毒気にやられて夢を見たわけじゃ
ねえよな。俺は一回も毒剣にやられてねえよ。ごめんな。チャップ。あ、そうだな。ジェクトさんにやられた。俺、何も聞いてないことにしとく。そうしといてくれ。頭こんがらがってきたぞ。困っちまな。俺もよくわかんねえよ。行けばわかる。もうすぐだ。いや、お前知ってんだったらマジでアーロンさん教えてくんね。だから不和が生まれるの。どうしたってね。回復だけさせとくけど、もうそれが悪いし、どう考えたって。だから逆に今ジェクトさんのシンを倒して、じゃあそのね、シンマーさんが言ってた通り、誰かがそのままシンになってしまうの。シンマーさんがならないにしたって、じゃあ他の誰かがなるのっていう話じゃない。そこがちゃんと分かってないとどうしようもないのよ。木星の印手に手に入れたわ。やった。でも俺なんか印系結構取ってないのあるんじゃないね。どんなもん、あえて見てみようか、大事なもの。なんだこの話か。ああそうだね、月輪、土星、木星、絶対足りてねえじゃん。絶対足りてねえじゃん。まあ仕方ねえか。まあ今日はここまでにしておこう。この先気になるけど、まあちょっと今日がそこそこ長くやってんのと、まあ、このまま先行ったら絶対長くなるだろうっていうところを含めて、ちょ今日はここまでにしておこう。まあ、この先気になるからな、さっさと進めような。まあとりあえずシーマーさんとはもう会うことがないかな。あれで異界送りできたと思う。そうであってくれ、マジで。あ、天に召されててくれと思います。次回はザナルカンドなのかな。この先はザナルカンドに行きましょう。ということで今回はここまで。ここまで見てくれて Thank you コンボ、バイバイ。